皆様、こんばんは。1月23日、今晩の相場展望、チャート分析編をお届けをしたいと思います。ご覧いただいておりますのが、ドル円のちょうど30分足になります。ちょっと時間足よりは少し長めにしてみたんですけど、このように今日、日銀の金融政策決定会合がございまして、148円のこれが今日、インターバンクで55がついてるみたいですが、この55が高値。そして下がってきて146円の99まで、安値をつけております。これも朝方も申し上げたんですが、今回現状維持が幅広くマーケットで認識されていて、しかも海外勢は円買いのポジションを持っていない状況では、実際に現状維持というものが出た場合に今までのようにはドル買いが起きないのではないかというお話をいたしました。ちょうど148円の30にストップロスがあったので、昨日のニューヨークの高値を超えたということで、一瞬148円のその55まで買いましたけど、その後はですね、上値が重たく下落、1回買い上げても8の20が重たくなって下落、で3回目もこれギリギリ上18で止められてしまいまして、20に届かない。それで147円の80、ここを見ると、非常にわかりやすいですけど、ここにストップロスがあったっていうことですね。だから下まで突っ込んだ後、戻してもこのポイントが7の80まで戻せないという状況で今、もう一回緩んできてるといった状況です。こうなりますと、やっぱり非常に上値が重たいなという感じはするんですけど、といって、どんどんこう、売って146円台を深掘りするという印象もあまりありません。なので、自分は今晩でございますけど、今の7の80ちょっと消しておきますね。今日は147円の10で買いをイメージをしておりまして、146の80でストップを、そして147円の70で利食いを考えてみたいと思います。比較的浅めの利食いって感じでしょうか。147の10買い、146の80ストップ、147円の70利食いでイメージしてみたいです。次、ユーロドルでございますが、ユーロドルは、朝方自分が置いた水準、売りがつきませんでした。もともとは、朝方の売りは、1.09 の25で売り出すというふうに考えておりましたけれども、これつかずに、高値が 1.09 の16までということで、なかなかね、上値はだいぶ重たい感じがいたします。引きつけて、方向としましてはユーロドルであれば、1.09 の35で、1.09 の35に売り置き、あとですね、ストップロスは 1.09 の、65でイメージをしてみたいと思います。1.09 の65で。そして、利食い 1.0860 でイメージをしています。ユーロ円です。ユーロ円につきましては、上値は確かに、重たくなってますので、買うんであればやっぱり相当引きつけないと厳しいなという気がしております。160円のちょうど200時間線。に近いところで買いをイメージをいたしました。160円の30買いで、160円ちょうどでストップロスを、そして161円の40をテイクプロフィットで考えてみたいと思います。160円の30買い、160円ちょうどのストップ、そして161円の40、この辺でイメージをしてみたいです。次はポンドです。ポンドのタイドルでございますけど、1.27 のちょうどで買いを、1.26 の70でストップを。利食いはですね、これはちょっと、利食いを1.27の70で考えてみたいです。次、ポンド円です。ポンド円はやはり引きつけて、買い場探しだと思います。本当ですが、
ちょっと悩みますけどね。187円台。187円の3号で買いを。187円ちょうどでストップを。利食いが187円の、90で、利食いをイメージしてみたいと思います。オージーです。オージーもタイドル、押し目の買いで、0.65 の65で買いを。0.65の、これ、こちらの方が、0.65 の30で、そして利食いを 0.6620 で、25にしましょう。0.6625 で利食いを。大変です。OG。十分にちょっと引きつけて買いをイメージしてみたいです。96円の65で買って、ストップは96円の20ストップで、ちょっと深いかもしれませんが、利食いを97円の65で、少し深めに利食いを考えてみたいと思います。ニュージーです。タイドル先に見ます。ちょっと戻り売りで、0.61 の80で売りを、0.62 の25でストップを、利食いを 0.60 の85で考えてみたいと思います。大変ですが、買いは十分に引きつけて、89円の35で、89の35で買いを、89円でストップを、そして、利食いを90円の、こちらの方は、90円の30でイメージをしてみたいです。今日につきましては、ちょっと日銀の影響もありまして、結構マーケット乱高下をいたしましたが、買いたい玉はやっぱりまだ146円台にあるだろうというふうに考えています。なので、十分に引きつけて、6円台待たずに7円の10で買ってみて、あとは147円の後半での利食いをイメージをして、後半、休みたいなというふうに考えています。また、お取引等ございましたら、ぜひよろしくお願いしたいと思います。簡単でございますが、今晩の相場展望チャート分析編、この辺で失礼させていただきます。どうも、ありがとうございました。それでは、失礼します。